はい、こんにちは。カンピローネの辰巳です。50メートルを速く泳ぐためのスピード養成コーチの辰巳です。今日は、50フリーをね、泳ぐときに、手の方に、プルの方に、意識を持ったらいいですか？それとも、キックの方に意識を持ったらいいですか？っていう質問がね、ありましたので、それについて、お答えしていきます。で、結論から言うと、これは、まあ、人にね、よります。ね。で、僕の場合は、まず飛び込んでからね、ドルフィンキック6発打って、で、バタ足打って浮き上がってくるんですけども、ここの局面までは、キックの方を意識ね、もうずっとね、しています。で、そこから浮き上がって手をね、かき出してからは、プルの方に意識を持っていってます。ね。それはなんでかって言ったら、まあ、基本的にプルの方がね、キックよりもちょっとタイムが早いので、まあ、プルの方に、まあ、意識をね、持つように僕の場合はね、やってます。で、50メーターなんで、ラスト 12.5 メートルぐらいからは、もう一回キック打ち直して、まあ手もしっかり書いてっていうのをね、まあ両方でしょうね、両方意識持ってやってラストスパートをかけて、僕の場合はゴールねしています。で、このね動画見てくれてる方はまあまちまちやと思うんですけど、まずどちらに意識持ったら方がいいかっていうのは、まあ両方持てる人は両方持った方がいいと思うんですけども、まず自分が得意な方がどっちかね、もしくは、タイムが速い方、ね、キックかプル、どちらがタイムが速いか、ね、これをまず確かめてみてください。タイムの速い方を、意識して、ね、やっていくと良いと思います。ね、で、中にはね、極端にプルは、まあ、人並み以上に速いけど、キックは、人並み以下に遅いっていう人か、結構こういうパターンの人結構ね、いてると思います。こういう人はもう確実にプルの方にね、意識持ってください。ね。で、プルの方しっかり書いて、もうキックはもうほんまぶっちゃけそこまで頑張らんでもいいと思います。ね。あまり変にね、頑張りすぎてね、プルの邪魔してスピード落ちるってことがあるかもわかんないんで、まあそういった形で、やってみてください。ね。もう一回、まあ、復習すると、キックとプルね、得意な方ね。もしくは、キックとプルで速い方ね。そちらの方に意識持ってもらったらいいと思います。ね。8割方、プルの方が速いとみんな思いますのでね。それは一回ね、実際どっちが速いねとかいうのは実際ね、測って確かめてみてください。はい、以上です。